シャャロダジアハオチョのミダ天国家でございます今日もインを彫りながら、つらつらと彫り語っていきますけれどもね、うん、今日はね、イ、え、ン、ー、を彫ろうと思った時ね、うん、かっこいいインを彫りたいとか、かわいいインを彫りたいとか、おしゃれなインを彫りたいとか思うじゃない。ところが実際デザインし始めるとさ、うん、なんかかっこよくならねえとかさ、おしゃれにならねえとかさあ、なんか違うんだよな、こういうんじゃないんだよなって思うじゃない。 それは何でかって話なんでですよ。それは何でかって言うともう答えは簡単。何でかって言ったらね、要はね、どういうものをおしゃれと思ってるかっていうことを理解してないっていうことなのよ。分かってないわけ。何がどんなものを自分はおしゃれなインと思ってるか。 どんなものをかっこいいと自分が認識してるかっていうことがねはっきり自分の中で分かってないわけだからただねそういうとさ分かってるよかっこいいの分かるよって思うと思うんだけどねその因っていうのを具体的に頭の中で想像できるかっていうことなのに漠然とかっこいいということはなんとなくぼやーっとした感じでのかっこいいとかおしゃれっていう感覚は分かると思うんだけれどもそれを具体的にこういう感じこういう感じ、えー、例で言うとこういう感じっていうのがね 頭の中で描けてないわけ描け描てないからそれはいくら再現しようと思ったって,て頭の中にないものは再現できないわけよ。でね、うん、ちょっと今、あのー、やってほしいんだけどあの、ねえー、今ちょっと紙を今ちょっと動画を止めてね紙を1枚出して鉛筆を持ってきて「えー、美しい」という字をね自分の思う限り最高に美しく美しいと書いてみてほしいわけ。 まあこれ書道をやってる人が結構ねこのチャンネル見てくれてるから書けちゃうかもしれないんだけれどもあのちょっと書いてみてほしいわけよ美しいという字を美という字ねを美しく徹底的に美しくちょっと書いてほしいさあちょっと書いてみて <laughs> あの一回あれでほらスマホのアプリとかでもさなんか書けるやつあるじゃないメモ帳みたいなところでえお絵かきアプリかなんかでちょっと書いてみてさちゃちゃちゃとでいいよ、うん で,できればね空中で書くんではなくてはっきり書いた方がいいからちょっと書いてみていただいてじゃあちょっとね、あのー、一回もう続けちゃうけれどもここで止めてね、あのー、ここから先見ちゃうと分かっちゃうからここ見ない方がいいからであのー、なんでそれを書いてほしかったかっていうとまあね書道とかやって美という字をもう把握してる人はちょっと,ょっと別の話なんだけれども書道をやってない人はね多分ね納得いかなかったと思うの自分の書いた美っていうのを。 でえどういう字が美しいっていう字なのかっていうことを分かってないんだよね。うん、美というものを美しいというなんとなく漠然とこれはこう美しくないっていうのは分かるんだけれども実際書いてみると書けないと。それは何でかっていうと美しい美を見たことがないわけよ。美しい美という字を見たことがないわけ。で1回見ちゃえばなんとなくニュアンスが分かるんだけれどもその感覚が分からないんだよね、えー、じゃあちょっとね。 五、えー、体獣類でちょっと調べるこんな感じなんですよどうだ見えるかなちょっとぼやけちゃうかぼやけちゃうかあのこっちのちょっとこのが画像をこっちの方に貼ろうと思うんだけどこういうのが尾ねうん あので自分が思ってる美しいっていう字とちょっと違うかもしれないただこれはあの歴代の書家たちが書いてきた字だからこれが基本的な、あのー、正しいっつって言い方変だけど、うん、美の基本となる形ねで何が言いたいかっていうと「天国も同じなのよかっこいい印」って何か。 美しいインって何かおしゃれなインって何かっていうことがね明確に自分で分かってないわけこれを一回分からないといいくらおしゃれれに掘掘ろろうとと思ったところで、でなんすよ、ね。だからあの自分のこの、ね、この間の動画でもあげたけど目標とする天国家を見つけるっていうことはここが大事なわけ、えー、こういう風にしたいっていうイメージがないといくらやっても できないんだなこれが、うん、だから自分はどういう印を彫りたいかどういうものを美しいと思ってるかっていうことを把握しなきゃいけない。だからそれはあのー、世の中でこれが美しいと言われてるからとかそういうことは抜きでいいのね。うん、自分の中での美意識自分の中でのお,おしゃれ感自分の中でのモダンな感じっていうものをねあのー イメージを漠然としたものから具体的なものにしていくそうするとそれに寄せていくだけだから楽なんですよでその中では美しいというものでもね例えば美しいという因、この人はこれを美しいというけれども僕はこっちを美しいというで私は美しい っていうよりもちょっとそやな感じの荒々しい印が好きだみたいなね、えー、そこら辺の感覚っていうのは人それぞれ違うから自分なりにそれを見つけていく作業っていうのが非常に必要なんです。でそれはどうしたらいいかっていうともうね見るということいっぱいいろんな印を見なきゃダメ。もうとりあえずまずね、あのー、よく天国やっても書道でもそうだと思うんだけれども。 いくらあの練習しても練習しても自分のね印がうまくならないんです。 全然ダメなんです。やってもやってもうまくならないんですって。それは当たり前の話なんですよ。なんでかって言ったら、まず自分の能力のどこが上がるかっていうと、目の能力なの。目の能力が一番最初に上がるわけ。だから、あのー、最初はさ、自分で書いたもの、字でもね、こう書いたものがさ、なかなかうまいじゃんと思ってたんだけれども、だんだん目が超えてくると、それがダメに見えてくるわけなんだよね。うん、あ、こんなんじゃないなって思うんだけど。えー、で、その次に目の能力が上がって、えー、腕がついていくのよ。 だから自分の字がうまく見え始めた時っていうのはちょっとね <laughs> あの、えー、疑った方がいいっていう感じなんだよね、うん、だからまず自分の目の能力を上げなきゃいけない目の能力を上げるには何かっていうととりあえず見まくるっていうことで見まくっていろんなものを見てもあのこ,このね見るという段階の時はね研究しなくていいもうこれ疲れちゃうから。 陰譜を開いてさ陰をこう見てさうーんこれはなぜ美しいと思うのかとかいらないのよ。もうぶわーっと見ててあこれ好きだなこれ好きだなこれ好きだなってやるのね。よく小さい頃うちの娘なんかでやったんだけれどもさこうやってまあこういう風に、えー、書道の天国の本があるわけじゃない。こうやってさばーっていろんな天国がこう並んでるよこうやってこういう風にいろんなのが並んでるんじゃない これ見たときに、もうね、一個一個丁寧に見ていく必要ないのよ。パってこう開くじゃない。こう開いたときに、さあ、あの、特にお子さんがいる方とかお孫さんがいる方はね、これ一緒にやってほしいんだけれども、パッと見て、どれが一番好きって言ったらね、子供喜んでやるから、これとか、これとか言うから。うん、それで、 自分もどれが好きかなって真剣に選何で,、ね、で,でこれがいいのってここの部分がちょっとねシャ,シャープであの鋭くてかっこいいみたいな子どもたち言ってくれるからこんな感じで遊びでインを見ていくそうすると最初ね、うん、あのこういうものをいいと思っちゃいけないんじゃないかとかこういうものはあのほら理屈でいろんな教室で習ったりするじゃない。 でこれだからこういう風にしていいんですっていう風に習ってるからその刷り込みがあるからそういうのを抜きにして自分は純粋にただ単にパッと見た時にこの雰囲気好きだなっていうあの自分の好みというものをね、えー、作っていくっていう作業をするのね、うん、でそれでそうあの一個研究するんではなくてバーって見てってあこれ好きだなこれ好きだなこれ好きだなパッパッパッ,パッって眺めていくわけこれをねずっととりあえずやっていくとだんだん自分の好みっていうのが分かってくるなぜかっていうとパッと見た時にあこれこれ あこののやっっっぱり俺好きだよなてていうのが分かってくるただね今そんなに見てない状況でも自分の好みぐらい分かるよと思うんだろうと思うんだけどあのね意外に意外に分からない、うん、あれ意外にこういうのが好きだったかなみたいな感じだからもうとりあえずいろんな天国家のを見る、うん、見て見るるててまくって、えー、そうするでその次はその中でど,ういうどの人が好きかなっていうことが分かってくるわけよ。 あこのまあ毎回見てるとこの例えば五小席の印が好きだなとかさ長子兼の印が好きだなとか助産校の印が好きだなみたいな感じで好みがだんだん分かってくるわけこれは締めたもんですよそうしたらねその人のそういう風な印を彫ればいいわけだからでも最初はねやっぱりねあのオリジナルをやりたがるっていう気持ちも分かるあの今まで彫 ね、あのないようなもうずば抜けた印を掘ってやろうと思うんだけどそれはできないんですよなんでかっていうと天国というその漢の時代の印がね漢ンがあってそれがベースになってこう出来上がってくるのでそれをすっ飛ばして自分のオリジナルの印を作るっていうことはできないわけだからそれを過去の天国家とか印とかを周到していかないといけないわけですよ。 ということで、その、オリジナルをいきなり作るっていうよりも、早道として、えー、あとは、その、奥行きを出すという面でも、その、自分の中のベースを作っていく。前もちょっとこんな話はしたけどね。うんで、それを、あの、具体的に、こう、誰々みたいに持っていくと、いいと思うのね。うん。でもやっぱりね、いろんな人を見て、いや、こっちもいいし、あっちもいいし、あっちもいいしってなってる場合は、まだ見るのが足りない。 うん、もっともっともっといっぱいいろんなものを見て、うん、それで、あのー、もうだんだん絞られてくるからであとはこういうのはかっこいいなと思うけど実際自分が彫るならこっちだなみたいなところもあるしね。うん それで、その中のやつを自分の中のものにしてしまう。自分の美意識として、自分のセンスというものは、ここに移居するんだ、みたいなところができてくると、本当に、えー、自分のベースが出来上がってくる。で、あとは、美と、自分の戦美眼、審、うん、美眼っていうのかな、うん。自分の中の美の基準っていうのができてくる。だから、それは別個に求めない方がいいんだよね。で、できれば、現代作家にはそれを求めない方がいい。なぜかというと、あの過去から残ってきてる古いンっていうのは、それなりに歴 歴史のの淘汰されてきてててききるる中で残ってきてるものなのよだからその中にはあ中にはどうかなっていうのもあったりするかもしれないけどそれが少ないところが現代作家っていうのはまだふるいにかけられてないわけこれから歴史に残る作家なのかそれともサ、あのー、作と言われるものになっていくのかっていうのは微妙なところなのこれはあのー、例えばほら印象派だってそうじゃない印象派って ね、モネとかあのそこら辺もさ当時はさもう本当に酷評されてくるわけだよ。みんなからもう何だあの絵はもう描き殴っただけみたいに言われてるんだけどこのふるいに歴史をかけていくとそこがターニングポイントになってたりするから現代人の目じゃ全然。 あのそれれは計り知れないわけ今世の中で例えばあ天国家でもバカにされてるような天国まあそんな人はいないかもしれないけど人がふるいにかけられて実は歴史に名前残すかもしれないこれはもう歴史を見るしかないんだよで僕の印が将来的には全く残らないかもしれないもしかしたらもしかしたらその歴史の中の一部に組み込まれるかもしれないそれは分かりませんよ本当に <laughs> あに現代人じゃ測れないんですからうだからそんな感じだから現代の中で、えー、好き嫌いを決めてもいい だけどもできればできれば過去の印からその自分のベースとなるものをふるいにかけられたものを、えー、見つけられるといいかなっていう感じなので、えー、まずは美しい印を彫りたいかっこいい印を彫りたいおしゃれなインを彫りたい可愛らしい印を彫りたい。 そうなんかしらこう掘りたいと思った時にはあもうとりあえず過去からいろんなものからその自分のベースを作っていくっていうのがあいいかなと思いますという感じで今日の動画は終わり以上ですじゃあねまた次の動画でバイバイ再遅延